まずはじめに築地市場、豊洲市場移転問題について伺います。知事は日本の食文化に果たしている築地市場の役割についてどのように認識していますか。今日も都議会本会議の一般質問で相次いだ市場の移転問題。昨日新たに築地市場に土壌汚染の恐れがあると東京都が判断していたことが明らかになりました。汚染という観点、もしくは法令上の問題はないという認識でございます。非常に困惑している部分はあります。豊洲市場に加えて築地市場の安心安全も論点に浮上する事態に業界団体は困惑しています。開場から80年以上が経つ築地市場について東京都が過去の土地の履歴を調べました。その結果、築地にあった戦後の進駐軍のドライクリーニング工場で有機溶剤を使ったとみられることから、東京都は築地市場に土壌汚染の恐れがあるとまとめていました。実際に汚染されているかどうかは今後調査するとしています。基本的にあそこはコンクリートアスファルトでこうカバーされているところです。基本的にはその汚染という観点、もしくは法令上の問題はないという認識でございます。さらに当時市場移転を決断した渦中の石原元知事は今日、石原さん、昨日、築地で土壌汚染について出ましたが、ご存知でしょうか。相次ぐ問題の発覚を受けて築地市場の関係者からは複雑な胸の内が聞かれました。難しいですね。あっちはあっちで問題ありますし、こっちはこのままこう続けていけるのかどうかは心配なので、早く道を作ってほしいですね。調査も含めてそれからもろもろ問題出てきてますけど、それはやっぱり、クリアした上での話でね、上目指していけないですよ。築地市場最大の業界団体、東京魚市場卸協同組合も、日常の営業に支障が出かねないと危惧しています。移転もしくは何らかの判断がするまでは、この築地市場で日常性を保っていかなければならないわけです。それに対して、そのいわゆる土壌問題、築地の土壌問題というのが問題視されるとなると、その日常性そのものが、我々にとっては非常に困った問題になるということは考えられますので、非常に困惑している部分はあります。移転の判断に向けては、今後、豊洲、築地、それぞれの安全性の確認が必要になると見られていて、小池知事には慎重な判断が求められます。